はい、今日は、小池隆一著アフリカノートの朗読をこれからやっていきたいと思います。チューニング。どんな楽器でも楽器を奏でるときには必ずチューニングをする。ギターでもピアノでもチューニングされていなければ音がうまく出ないし奏でることができない。楽器にはそれぞれのチューニングがあり、アフリカの楽器であるカリンバも同じだ。カリンバをチューニングするときもいろいろなチューニングの仕方がある。5音階、7音階、メジャー調、マイナー調。7音階はピアノの発見のドレミファソラシド。一番わかりやすいポピュラーなチューニングといえる。ピアノの発見にも少しずつ違った調律がある。A、カッコ、ラの音を 440Hz に合わせるか、442Hz に合わせるか、もしくは小楽器のように A を 415Hz に合わせるかで楽器の鳴り方もハーモニーも少し変わってくる。小楽器の時代には世界的な基準括弧 A イコール 440Hz はまだ存在していなかった。同様に僕が言っていたタンザニアでも基準音を気にしていなかった。ザオセさんの出身地ドドマの午後の音階は5音階になっていて、午後の合唱かっこポリフォニーは独特で綺麗なハーモニーを奏でる。タンザニアでは午後しか使わないカリンバもこの音階でチューニングされる。福江ザオセさんは自分の耳だけで楽器を正確にチューニングしていた。実はこの五五音階は倍音で構成された最もよく響く和音だということをジャズピアニストの方から聞いたことがある。倍音に詳しい日本口琴協会の田中レオさんはこの音階を使っている民族の研究のためにタンザニアまで調査しに行ったという。口琴という楽器はまさに倍音を主にした楽器の一つで、その専門家が注目したくらいだから、よほどこの音階は倍音という観点から特別なものだと言えるだろう。ボロジンはその音階を何百年も前に感覚だけで生み出し、今でもこの音階で儀式を行ったり、生活の中の歌やお祭りの時に奏でている。五五音階を正確にチューニングしたりしたカリンバはピアノの音階とは合わなくなってしまう。近い音は出せてもピアノでは奏でられない音階なのだ。逆にアフリカの音階が世界基準になっていたならとか考えてしまう。チューニング一つとってもこれだけ違いがあって、それぞれの世界がある。なのに一つの基準だけで音楽というものを定めてしまうことも本来どうなのだろうと考える。その点太鼓は音階など気にしない。革を叩けばいろんな音が出てくる。一つの音しか出ないように見えて、叩き方でいろいろな色を表すことができる。そしてどんな音楽にもすぐに入っていける。それぞれの音階がその国の言葉だとすれば、太鼓はどの国にも共通の世界の言葉かもしれない。どんな世界の人にもその世界の言語に調和していけるのだから、もしくは言葉以前の根源的な何かから語りかけてくるのかも。細胞やサイボーグにすらも聞こえるような
縄文人にも未来人にも分かるような、普通の人にも変人にも子供にもお年寄りにも宇宙人にも酔っ払いにも分かるような、そんな音楽、この本の文章が太鼓の音のように今のあなたのどの部分かに共鳴して、その場その場でひらめきを与えるといいなと思う。1992年、まだインターネットもない時代のアフリカの音です。まあ一応ちょっと解説をすると、最初チューニングっていうことで始めたんですけれども、チューニングっていうのは本当に大事だなと思っていて、それこそもうチューニング一つで世界が全く変わってしまうということをここで言いたかったんですよね。そしてまあこのアフリカノートっていうチューニング、まあ、チューニングっていうよりもまあ本なんですけど、まあ一つのこれが曲だと思ったら、その曲を聴いてるときその世界にこう入り込みますよね。それが多分チューニングっていうことだと思うんですよね。その、まあ、曲のことをチューンとか言ったりしますけど、そのチューニングに会った時に見えてくる世界、例えば森の中に入って森の中のチューニングに会った時に思い出すこととか、ひらめくこととかがあったり、でも都会にいたり都会の中、もしくはなんか車の中にいるとまた別のチューニングがあって、っていう風にいろんなチューニングが人それぞれあったりすると思うんですよね。で、その人それぞれの自分のチューニングをもう一回見出してほしいっていうような気持ちで、チューニングということを最初に持ってきました。はい、では一章から読んでいきたいと思います。第一章、太鼓。生い立ち。僕は東京で生まれた。おじいちゃん、おばあちゃん、父、母、姉、妹、僕の7人家族だった。生まれつき右目の視力が弱かったため、保育園の時から眼鏡をかけていた。小学生時代のを眼鏡と共に過ごした。朝起きるといつも30分くらいぼーっとしている子だった。母はそんな僕をよ見てよく、ほら、ちゃんとしなさいと背中を叩いた。家族の中でなぜか僕だけ地味でおとなしい性格だった。周りから龍子ちゃんと呼ばれることもあった。絵を描くのが好きで漫画ばかり描いていた。みんなが外で遊ぶ時も家で漫画を読んだり描いたりしているのだった。そんな僕を案じて母は夏の間だけ長野の山に連れて行った。山では林や川や湖へ行って遊ぶことができた。小学生時代は割とわんぱくに遊んでいたが、中学に入り、褒められたかと思うとけなされたり、先生の顔色をうかがう優等生と見捨てられてくれていく劣等生の狭間で、どんどんおとなしく心が縮こまっていった。何より嫌いなのは競争。高校まではどうにか卒業した。この先どうする？走ってきたレールが急になくなって目標もなくなった。家は大学に行くのが当たり前という雰囲気。大学、就職、結婚、住宅ローンという当たり前のレールが目の前にある。考えただけで胸が苦しくなった。当たり前ができない。当たり前はほとんど苦行だった。しばらく進学を考えるという口実で家にいた。引きこもりをするのも意外とガッツがいる。いつまでもぼーっとはしていられないものだ。周りを見ては
不安と焦りが募っていく。とりあえずアルバイトすることにした。いくつかのバイトをしてみたが、3日で辞めてしまったり、すべて続かなかった。やる気があるのか、その言葉がついて回った。覇気がないとも言われた。覇気の意味を知らなかった。口答えする言葉もなく、黙っていると家の中でもどんどん自分の居場所がなくなっていく感じだった。生きる目的って何だろう。生きていても仕方ないのじゃないか。太鼓との出会い。そんなある時、自由の森学園という高校に通っていた友達のレオ君が山へ行こうと誘ってくれた。長野の山小屋で夜のキャンプファイヤーを始めた。自由の森の生徒たちはみんな芸達者で、ギターを弾いて歌ったりしていた。僕はただ近くにあったバケツの裏を叩いていた。バケツも結構いい音が出るものだと、その時感情を全部バケツにぶつけて、炎に刺激されながら原始人のようにひたすら叩いていた。一晩中森の中に音がこだまして、火と煙とともに何かが溶けていくような不思議な感覚。体をゆらゆらと揺すっているうちに、ムクムクと地面の下から湧き上がるエネルギー、それが体をめぐって天に昇っていくような、それにずっと浸っていたい気持ちが心と体の中に巡っていた。僕らはインディアンを真似て火の周りを叫びながら歩き回った。太鼓かっこバケツを叩いている、その瞬間だけ何も怖くないと感じることができた。自分がここに存在して生きていることを実感できた。どこまでも続いていくリズムを森が優しく包み込んでいた。次の朝起きるとなぜか心が軽くなっていた。いつも引っ込み思案だった僕が太鼓を叩くと不思議と素直に話ができる。その感覚が楽しくて仕方がなかった。僕はすっかり太鼓の不思議な魅力に取りつかれてしまった。小さなボンゴを一つ手に入れてどこへでも持って行った。ボンゴを叩くとなぜか人が寄ってきた。太鼓イコール太鼓。大昔の人々はどんな生活をしていたのだろう。今でもそんな昔の暮らしをしている人はいるのだろうか。そんなことを考えている時、テレビで東アフリカの音楽家福江ザオセさんの番組を見た。ザオセさんは家畜の世話をしながら楽器を作ったり演奏して歌ったりしていた。世界にはあんなにのびのび音楽をやっている人もいるんだ。その生活のすべてがのんきで楽しそうで自由だった。番組を見終わって僕はあんな風に生きたいと思った。そんな生活を想像するだけでワクワクしてきた。自由の森時間。山に行ったメンバーはみんな自由の森学園の生徒だった。誘われて彼らの学校にボンゴを持って遊びに行ってみた。自由の森という名前の通り自由な雰囲気に満ちていた。授業に出ても出なくてもテストもない、落第することもないので、自分の好きなことに没頭する時間がたくさんあって、音楽がやりたい子はそればっかり、スケボーがやりたい子はベニヤ板で坂などを作って校庭で遊んでいる。舞踊を教える先生も意気揚々と教え、生徒たちも楽しんで学んでいる。体育館で和太鼓の音がしょっちゅう響いていた。
人力飛行機を一生懸命作っている人たち、もちろん中には何もしていないような人もいた。暖かい芝生の上で、わけもなくギターを弾いている子。男も女も関係なくタメ口でダラダラと喋っている子。服装も一人一人個性的だった。女の子みたいな話し方をする男。変わった人が多かったが、みんな何か一芸秀でてる人たちが多かった。何をやってもいいと許されている人たち。みんな無駄な時間を堂々と過ごしていた。僕はそんな彼らがなんだか羨ましくて、生徒でもないのに授業に出たり、毎日のように遊びに行ってはボンゴを叩いていた。芸術家の子供たちがたくさんいる、その空気に触れていたかったのだ。一応席を置いていた予備校からは自然と足が遠のいていった。家で、父は一般的な会社員でいつも忙しいと言って会話はほとんどなかった。いつの間にか大きくなっている子供が何を考えているのか知るはずもなかった。何も考えず世間並みに大学を出るものだと思っていたのだろう。ある夜、帰ってきた父が僕に質問した。予備校はどうだ？なぜ返事をしない？無視をしているとげんこつが飛んできた。鼻血を出しながら裸足で家を飛び出した。真夜中の道を自由の森学園の友達の家の方に歩いて行った。裸足の足をカバーするために工場の脇に置いてあった自転車を失敬した。寒くて殴られた鼻は痛かったが、なぜか気持ちはすっきりしていた。家を飛び出す理由が欲しかったのかもしれない。何時間も自転車を漕いで明け方近く友達の家に着いた。家には帰りたくないと言うと、友達のお母さんはうちにいていいよと言ってくれた。自分が何かを探していることと、それは説明したくてもできないのだけど、漠然とそれが自分にまっすぐということだけは確かだった。芸術家渡辺さん家。家出をして友達の家に突然潜り込んだのはさすがに迷惑だったらしく、紹介されて青梅の山奥に住む芸術家渡辺さんの家にしばらくお世話になることになった。渡辺さんはどこの馬の骨かもわからない僕を突然引き受けてくれた。そこはいつも大音量でラジオをかけているおじさんと沖縄出身のおばさん、自由の森学園に通う娘さんとたくさんの猫が住む家だった。猫たちはみんな捨てられていたのを拾われてきてこの家に来た。一日中何をしていたとしても誰も怒る人などいなかった。それもそのはず、近くにはお寺とお墓があるだけで、家の隣の家まで何百メートルも離れていた。僕は渡辺さん家のほっこりした空気が好きだった。そこにいるだけでなんとなく落ち着いて、自分が何の値打ちもないという不安から解放される気がする。もともと掘っ立て小屋があっただけの土地を買って、そこにおじさんがプレハブを建てて、たくさん建てて一人一軒小さなプレハブに住んでいた。なぜだかいつもいろんな人たちが遊びに来てお茶を飲んで帰っていく。今まで会ったことのないような変わった人が多かった。誰も
君はここで何をしているのか、学校に行っているのかとも言わず、いろんな話を仕掛けてきて、一緒にお茶を飲んだりした。惨めな境遇でいることすら忘れてしまいそうになる。一週間くらい経った頃、渡辺さんが言った。このまま居候するなら、俺の仕事を手伝うか。やはりここでも結局仕事の話になるのか。初めてやる石膏による造形の仕事は手に負えなかった。こんなのできないよ。途中で投げ出して癇癪を起こし、あたりにある石膏を投げ当たり散らした。するとおじさんは一向にこちらの怒りを相手にせず、投げるなら森へに投げろと言った。ひとしきり石膏を全力で森に向かって投げ続けると、はあはあ言いながら怒りも収まっていた。どこまでも突っ張っている僕をおじさんはただ黙って見ていた。そして、お前、明日死ぬと思ってみろ。そしたら物事がシンプルに見えてくるから、とだけ言った。